デビデビデビデデビダビデダビデのデビデデビダビデほい。やあ、せつなきゅうすけだよ。今回からこのデビゲーという実況をやっていきたいと思います。可能性の2周目の間のゲームと思ってくれた幸いです。このゲームを間に入れるわけです可能性、1周目から2周目間組んで、その間にもしかしたら可能性2周目見んでいいやって思う人が今いると思いますが、その通りやなその通りやな。2周目待たんでもいいような気がして、とにかく見ていて、でデビゲーってやつです。間入れるんで見ていってくださいな。ゲーム始めます。ステップ機能を利用しますか。ストーリー見せろ。ストーリーを見たいんだ僕は。はじめましての方は、はじめまして。俺の名前は、ネキ・サトシ。ネキって読むんかな。なんかさ、ゲーム実況にありがちな挨拶の仕方を始めてきたよ。ゲーム実況者、ネキ・サトシさんかな。おう、ゲーム実況者かな。携帯ゲームが好きな高校2年生といったところだ。おう、携帯ゲームを専門に実況している高校2年生ってことですかな。今度、ゲーム実況コラボしないかな。え、俺の好きだったゲームサービス停止になってるぞ。おい、みんなの評価はあんまり良くない。これが停止理由か。俺は結構好きだったのに、久しぶりに来てみたらこれだ。まあいいや、飯の後で他のゲームを探そうって感じで、この部屋がめちゃくちゃ荒れとる友達のいなさそうなタイプの主人公が主人公です主人公が主人公ですなのに、あー散らかって制服が脱ぎっぱなしだおい、学校から帰ってきたらさ、まず制服をさハンガーにかけてファブリーズとかシュッシュってやらな。シワつくぞお前。雑誌が散らかっとる。片付けるどころか本棚もないよこの部屋はこんなもんか。鍋かけのジュース、はい。これどっちかな。社長は玄関だ。今は外に出ていく気はない。あ、そうなん。学校とかは今2階に用はないな。珍しいパターンで主人公が1階の部屋に住んでいるタイプの人間だった。普通2階とかそういうことがちょっとイメージ的には大きい。サトシ、おはよう。おっと、お父さんみたいな人だ。マイファーザー。そしてこれは何？この左上の方にあるギター持った猫みたいな何？ちょっと気になるんですけど。あと、冷蔵庫の上のあの水色のも気になるんやけど。ちょっとお父さんがどこよりもその2つが気になるんですけど。まあいいや。あれ？親父、帰ってたの？着替え取りに来たんだ。すぐまた仕事戻るけどな。ほら、ご飯作っといたぞ。わーい！女子力の高い お父さんだこと。ところでお母さんはお母さんは、あ、もしかしてこれちょっと複雑な家庭なんかな。ちょっと複雑なところやけん、タッチせん方が良かったんかなまあいいや。お母さんは、もういいもういいもういい。ゲーム開発の仕事も大変だな。で、初めのゲームはユーザーの要望に速やかに対応しないと逃げられるからな。家のことは俺がやっとくし、あんま無理すんなよ。仕事もほどほどにな。ありがとうな。じゃあ仕事行ってくるわ。おい、行ってらっしゃい。稼いでこいよ。いいゲーム作れよ。え、何？あ、そうだサトシ、家のことをいろいろやっててもらって言うことじゃないが、あ、携帯ゲームをほどほどにして友達作れよ。あー、友達作ったことをバレてる。ダダーン。視聴者のみんなは入学してたらすぐに友達作れよ。1時間以内だぞ。1時間以内に5人だぞ。5人。1時間以内に5人作れ。ミッションだ、俺からはミッションだ。捨てゼリフを。ぼっちで何が悪い。俺には携帯ゲームがある。こいつがあればいくらだって暇つぶせるんだ。なところで学校は学校は休みなん今
お父さん仕事やけどお前は休みだな。なあ、これで学校今日平日とかで学校ある日だったらさ、お前殴るぞ友達作るどころか学校行ってないんか、殴るぞお、このゲーム面白そうだな。デビゲーが運営の携帯ゲームか。デビゲー聞いたことないな。まあいいや、登録してみよう。登録っとポチッとポチッとポンポンポン。ん？登録のボタンが契約に？契約？詐欺じゃん、バリバリ詐欺じゃん。そしてなんか電球が消えました。電球が、なんだ？今朝だぞ。なんで真っ暗になって、カラララン。おいおい、こんな時にメールかよ。デビルの D ですね。あー、 3D 画像 3D。 わー、俺のスマホ 3D だった。俺のスマホ 3D だった。そこじゃないよサトシ君、そこじゃないよ突っ込むところは。だーぶらいた、油が5本ぐらい折れた。左右。どこだ、ここ。あ、動かせる。まあ、こんな感じでなんか軽い気持ちで登録したゲームが、登録というか契約なんですけどね今のは契約したゲームが、契約したら、わー、なんか出てくる、なんか出てくる、リスみたいな、凶暴なリス出てきた。凶暴な巨大なリスが出てきた。超巨大なリス。怖いな。まあこんな感じで、こんな世界に飛ばされたわけですが、3人なんかいるね。3人の人がいるね。あ、お、いうえお。なんだこの人ら。話しかけてみよう。まずこの左、一番左のおっさんから。君もここに飛ばされたんだね。落とされた場所は大丈夫だったかい？俺なんか城壁の壁に落とされて危うく落下して死ぬとこだったよ。通勤中に携帯ゲームに登録したらこんなことところにいて、一体ここはどこなんだ。社会人の子だった。うん、結構若い見た目しとんだ。通勤中に携帯ゲームとか、車運転しながら携帯いじるのはダメですよおっさん。そういうのは事故のもとですよ、やめておきましょう。 OK です。この真ん中の人はどこだよな、ここ。暇だったから携帯ゲーム登録したら変な口が画面から出てきて、そしたらこんなとこにいてさ、うたけハンター、どこだよ、ブツブツ。友達になさそうなタイプだ。なんか僕とジェラシーを感じるね。ジェラシーの使い方間違ってお気がするはじめまして、僕はモモタ。携帯ゲームしてたらここにいたんだよ。お兄ちゃん、ここがどこだかわかる？おっと、これはショタだった。ショタだったな。でも僕はショタとか興味ないんだ。ごめんな。遊園地です。遊園地だな。そうなの。僕、お父さんたちが仕事で忙しくて遊園地連れて行ってくれた子ななかったから、すごく楽しみ。あ、なんかごめん。なんかごめん。複雑な家庭環境を喋らせてしまってごめんな。なんかごめんな。遊園地とか言うんじゃなかったな。うん。てかさ、なあガキ。ガキが携帯ゲームで遊んだらあかんよ。そういうのちょっと危ないよ。事件のもとやぞ。冷たく言い放つ。あ？おう。ここにいるみんな、携帯ゲームに登録して、ここに飛ばされたみたいだな。一体、何が起こってるんだ？本日は携帯ゲーム。デビゲーにご登録いただき誠にありがとうございます。だれー、わー、なんか変なの出てきましたよ。変なサラリーマン、悪魔サラリーマン、悪魔アラマン、なんでもないです、なんでもないです。サラリーマンの方が出てきましたね。私、デビルホールディングス社長カイムと申します。早速ですが、ゲームの前に装備の配布を。え？
初期装備を手に入れた。で、ここはどこなんだい？それをまず教えてくれないかい？とりあえず装備が手に入った。剣があるね。お、わお、剣。すげえ。本物。あんた何者？実は私ども悪魔なのでーす。カミングアウト。悪魔。契約して魂、寿命を奪う悪魔。そういやゲーム登録するとき登録ボタンの文字が変わって契約になってたぞ。おい、いいぞ。突っ込んでやれ。苦情言ってやれや、お前。いえ、落ち着いてください。そんな詐欺みたいなこといたしませんので。詐欺みたいなこと言っとんじゃないか、お前。詐欺やん。これ、みたいなじゃなくて詐欺やん、これ。我々悪魔もこのご時世、なかなか契約していただけないのです。お前さ、それ詐欺やった時の言い訳じゃない。詐欺の時の言い訳使ってきたろ、お前。詐欺やん。そこで我々会員制をどんどん増やすことができる携帯ゲームの会社を真似して課金制でユーザー様の同意のもと寿命をいただこうと思っております。いや、なんだこいつの言ってることがわからん。5たす2の答えぐらいわからん。課金制、基本無料、剣の出来もすごい。怪しさも感じるけど、このゲームやってみたい。おい、お前ら、そんなこと言おう暇じゃないぞ。そんなこと言おう暇じゃないぞ、お前。ここがどこだっていう、まず最初に質問するべきことがあるやろ、お前ら。無料ゲームを元にしてんだな。基本課金しなくても遊べるんだよな。ええ、もちろんですよ。無課金でも十分楽しんでいただけると思います。うわぁ、めっちゃやりてぇって顔してるな、お前ら。お前ら、だから何回も言うけどさ、お前ら、ここがどこっていう最初の質問はな、お前ら、ちょっと騙されるな、お前ら。てか、一番右から2番目の社会人のおっさん、めっちゃ真面目な顔しとって。とりあえず、やってみます。そうだな、こんなゲーム普通じゃできないしな。めっちゃ笑顔やん、社会人のおっさん。仕事のこと忘れてる。僕もやるよ。それではデビゲープレゼンツキャッスルエスケープをお楽しみください。わー、ゲートが開いた。ここどこやねん。みんなが言わんけん俺が言ってしまったわ。ここどこやねん。あれ、プレイヤーサトシ、プレイされないのですか。あ、なあ、うん、分かったよ、やるよ。分かりました。いっいってらっしゃいませ。顔がもう美しい。絶対美しくはないわ、美しくはないわ。なんか俺ベキヤって言います、よろしくっす。わあ、かっこいい名前だからつけた的なやつやな。ああ、こちらこそ。俺はアシカルだ、よろしくな。わあ、社会人らしくなんか腰の低い名前だ。足軽だって。武将とかにしとけばいいのに腰低い。社会人っぽさが出てるね。君は小学生？うん。ユーザー名は桃田です。よろしくです。これはあれじゃ。本名をユーザー名にしてしまったパターンじゃ。そういうところちょっと問題になりやすいかもしれんので、ちょっと次からは偽名とかにしようね。君は？サトシです。よろしく。わあ、主人公、この4人の中で一番コミュ力がなさそうなタイプだった。よし、それじゃあみんなでこのゲーム楽しもうぜ。わあ、やる気満々だ。みんなやる気満々だ。やる気満々やし、運営の人もやる気満々やし、外に出せてくれんし。なんこれ？操作方法か。まあ、こんな感じなんですよね。まあ俺は見たんで、ここはあんまり触れんでおこうかな。アイテム購入方法。アイテム購入の際にはデビゲーでのみ使用できる通貨デビコインが必要になっております。なぜそのデビコイン、ね、デビコイン。
デビコインですか。デビコイン、うわーネタが思いつかん面白いこと思いつかんお手持ちの携帯電話メニュー画面よりデビコイン購入欄をクリックし、必要寿命をお支払いいただきますとデビコインを購入できます。命の課金ってやつですね。デビコインを購入していただきましたらデビゲー社員よりお買い求めくださいませ。ちなみにアイテムは回復剤以外自動で使用されます。そうそうなんだ。休憩方法、休憩の際にはここから前方に見えます急速充電器をご利用ください。充電器がセーブポイントみたいな感じかな。わかりました。デビゲー提供キャッスルエスケープについて、デビゲースタッフの魔力を集結させたゲーム、キャッスルエスケープ。魔力なんかよ、芸術力とかそういうんじゃないのそこら辺魔物っぽいやな。モンスターがはびこる古城にて謎を解きつつ城からの脱出を目指すゲームである。基本無料プラスアイテム課金かっこ命。おい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 、運営さん運営さん、アイテム課金の隣にかっこ命って書いとかさ、苦情来るぞお前。もう苦情とか来てさ、もう会員どんどん下がる、どんどん減っていくぞお前。いけるんかは。よっしゃセーブじゃ。なんか楽しそうなゲームですね。ゲームの中でゲームするとは思わんかったけどね。よっしゃ。というわけで今回はこの辺で。さて、次のパートからどんどん命を課金してやるからな、視聴者の皆さん。楽しみにしとけや。覚悟しとけや。ははは。というわけで、仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那圭介の動画を見よう。刹那圭介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。